すぐ食べます。今すぐ食べます。うわーもうこん、うぃちょっとまずはね、デフォルトで食べたいと思います。いただきますよ。うん、めっちゃおそばカリカリ、これやば、これめっちゃうまい。山寺です。広島に来てます。はしご酒して最後締め、お好み焼きの、みつさん、こちらでねちょっと食べ飲みしたいし、広島のお好み焼きを味わいたいと思います。今から行きます。みつさん行きますよ。はい、今日はですね広島のお好み焼きということでミツさんに来てるんですけども、まずはですね、ハイボールから乾杯したいと思います。皆さんお疲れ様です。美味しい、うん、鉄板焼きはねだし巻きとで肉玉、お好み焼きは肉玉そばのイカ天入り、肉玉そばのイカ天入りっていうのを注文しました。みんなね 1枚ずつ注文したんですよ。楽しみですよ、どんなん来るかね、うん。だし巻きがちょっとできてきたんですよね。とりあえずお好み焼きがね出来上がるまでの間にちょっとだし巻きを食べたいなと思ってだし巻き注文しました。いただきます。だし巻きいただきますよ。これちょっとお好み焼きがね出来るまでの間にちょっとだし巻き、おいしい、うん、だしが効いてるけどちょっと甘みもあるね。これお弁当に入ってる卵焼きやわ、だし巻き、うまっ、うまい、めっちゃうまい。これネギも入ってね、ほんと美味しい。これ見てください、これだしがね本当にねにじみ出てるんですよ。ほらすごいでしょ。めっちゃ美味しい。美味しいですね。うん、目の前でね焼いてもらえるお好み焼きってすごいですよね。これ私たちのやつですね。3枚。キャベツがたっぷり。すごいですね。ずっと見てられますわ。これイカ天？天かすが乗ったんですね。ああ、ちょっともやし、もやしも乗るんですね。豚肉ですね、やっぱりね。ちょっと厚切りのね。まあもうほんまに。どういう風にねお好み焼きを焼かれてるのかなと思って、これねお酒のあてになりますね。これ見てるだけでね結構ねお酒のあてになりますよ。素晴らしい。結構キャベツたっぷり入るんですね、うん。このそばはね生麺をね茹でてるんですよね。これがねトッピングされるんですよね。湯がいたおそばですよ。
には見て気持ちいいですわ。これを細麺で、ね、かなり細麺なんでカリカリに焼くんですよね。このカリカリっていうのはすごいですよね、うん、麺パリ。あそこにね茹で麺機があるんですよ。これでね茹でるんですよ。今イカ天が乗ったんですよ。そばの上にイカ天が乗るんですね。で、僕たちがね食べたいの食べるやつをね食べたいんだけど、これねこれを多分あそこの、おそばの上にね乗せると思うんですけども、イカ天がトッピングされました。塗られますよね。うわうわ、カープソースなんですね、こちらはね。そう、あれがまたいいんですよ。酸味があるスパイシーなカープソース、そしてカツオと海苔、あ、胡椒もかかる、あ、ネギ、あ、ネギのせ、あ、これサービスなんですか。え、これサービス、こんなネギ乗って、うわ結構、いやこんだけ乗ったら、僕ネギ大好き。出来上がりましたよ。もうこんなんも絶対我慢できへんね。もう食べない、もうすぐ食べます、今すぐ食べます。うわーもうこん、うぃっ、ちょっとまずはねデフォルトで食べたいと思います。いただきますよ。うん、めっちゃおそばカリカリ、これやば、これめっちゃうまい。ちょっとね、あの七味唐辛子をねパッパーとかけて、ちょっとねあのこれで食べてみたいと思いますわ。これはこれでまた、というかね、ここはねこの細いねこのおそばがねカリッカリに揚げてるんですよ、これ。うまっ、うまっ、相当おいしいわ。いや私はちょっとこんな美味しいお好み焼きね、すごいわ。このイカ天がねもう特徴あるし、カープソースがまた最高、ちょっと酸味があってね心地いい酸味なんですよ。相当うまい、うまい。ネギのねトッピングがまた無料なんですよ、このお店。これコショウもちょっとねかけてみるのも味変でいいらしいんですよ。コショウもねパッパッとかけて食べますわ。あんまりねかけすぎてもあると思うんで、いやこれはねちょっとほんまにうまいっす。もうちょっと皆さん本当にこのイカ天もまたいいんですよ。イカ天の部分からいこう。うまっ、あ、お好み焼きに、お好み焼きに胡椒めちゃくちゃ合う、合う、合う、うん、合います、うん。
まアスパラベーコンですね。アスパラ豚巻きですわ。こちらですね、アスパラの豚巻きですわ。もうこんなん見るからにうまいって物語ってますよね。うまっ、うまっ、こちらですね、アスパラ豚巻きなんですけど、今回は一味をかけまーす、七味か、一味唐辛子をかけてこちらでいただきたいと思います。ほんまにうまいわこれ。いやいやいや、もう満足しましたよ。もうね、お店おしまいなんですね。もう、ま、あの消えましたけど、このお好み焼き水さんもほんまにね、あの広島のお好み焼き私何回か食べましたけど最高でした。めちゃくちゃ美味しい。あのそばのね、カリッカリしたね、細いそばがね、もう最高ということです。いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。お疲れ様でした。Thank you.